ってティッシュ入れてくれたの初めて。そう、ヨーグルトパッケージ変わったんです。ほら、だれ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 。外出しないと、確かにお返ししないと。ティッシュ配りしたいな。今度出るのは香川の握手会だ。ね、ツアーの時とかね、いつもね、握手してる、握手じゃない。ティッシュ配りしてるからね、1日しか出ないけど。したいなぁ。ティッシュ配り。ね。でも香川ではこの前やったんだよなぁ。ティッシュ配り。ね。この前の兵庫はなかったんだ。なるほど。そうなんだね。東京で、東京でティッシュ配り、お願い。やりたい、やりたい。私もやりたい。それお願いしてる、すごい。東京でやりたいですって。うん。全然、ね、空いてる時間、やりたいですって、お仕事の。セカンドシングル出たらあのティッシュ割り、どうなんだろう。セカンドティッシュがあるのかな。ん、大学の学祭来てほしい。呼んでください、ゲストで。全然行きます、全然行きます。呼んでください、楽しそう。兵庫は土日公演だ、あ、2日公演だったから。なるほどね。金曜日も夜だったしね。カープの始球式でって、あ、メールが届いた。まあ、誰からとは言わないけど。私の撮ってる人からメールが来た。かわいいな。誰かわかる？残念ながらナナさんじゃないです。ナーメール撮ってる人ならわかるけど、今のタイミングでは届いてないでしょ。 1,2,3,4,5、 あと2通か。ね、さくらたん、ズッキー、なるほど。かわたる、マリハ、誰だろう、誰でしょう。メンバーメール無料なんだよね。いいえ、私はちゃんと月額払ってます。ちゃんと払ってます。そんなタダで取ろうだなんて、食ってる人に失礼ですよ。みんなちゃんと引き落とされます、私のお金から。そう。自分の分はってことじゃない。あ、でも私も、私あれだよ、アプリも、アプリじゃない方も全部自分で払ってる。タダで取れたら自分に票入れ放題。あ、それはあれじゃない、多分ね、向こうが用意してくれたやつは多分票が入んない気がする。わかんない。いろいろ事情があってっていう、事情があってっていうか、まあ、なんだろう。多分、こう、向こうが用意してくれるのと、自分で取るのと、違うから、仕組みが。だった。そう。
そうなの。だからもし、こう無料でって言われても、ちょっとこの期間はね、自分で取ります。この期間は。うん。おいしさー。おいしさー。岡部凛ちゃんは先輩なの。大先輩です。岡部凛先輩です。このジュースも自分で、あ、ええ、そうです。はい。自分で買いました、これ。はい。はい。自分で買いました。買ってもらってないです。自分で買いました、さっき。はい。うん。エイトメンは大先輩。そうですよ。エイトさん大先輩です。ごちそうさまでした。マネージャー経費で落ちないの？いや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 。そんなことしたらもう、私何でもな食べ飲み放題じゃないですか。わーい。ねえ。あ、後輩もいるんじゃない？確かにエイトさん、後輩もいるかもしれないけど、なんか、なんだろうな。エイトさんで私より、なんか、なんだろうな、私より後に入った方でも、あんまりこう、後輩とかそういう感じはしないですね。まあ、そもそもあんまりお会いする機会がないからかもしれない。うん。領収書は知ってるで切っといて。領収お願いしますって。これ1個買うのに。領収お願いします。うん、岡部凛ちゃんと話したことある。そりゃ選抜でご一緒させてもらってますからね。うん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 。ヨーグルト朝より夜食べる方がいいらしい。あ、本当に？で、そうやって飲むヨーグルトもかな。ローソンで購入は経費とか。なるほど、それはもうじゃああれだね。みんなローソンで。ローソンだね、もう。今よりローソン使うと思う。私、朝昼晩ローソンだわ。なーちゃんグッズもすべて領収する。そうやったら私もうなんか、あれだね、お金余りすぎてちょっと逆にどうしようってなっちゃうと思う。うん。なーさんグッズ。まあ、だってね、ソロコンとかも結構まあ、しましたからね。うんうん。ローソン瀬戸内だけなの辛いね。この機会に瀬戸内においでませーん。うん、ローソン、膨らみかかってるね。うん。いいよね。でもそう、なかなか、広島とか、ね、瀬戸内に入れなくってですね。そう。だから、私のいるところのローソンでは暗闇が流れる。いいな、だからみんなが、こうコメントとかでさ、なんか暗闇流れてたよとか言うのがすごく羨ましい。羨ましい。ソロコンの T シャツは手に入れることができず。そう。だから握手会とかで、よくまあ、岡田奈々さんのソロコンの T シャツを着てる人がいるんですけど、超羨ましい。もうなんか、もう見せびらかしてに来てるのかなってすごい思う。キリンさん開始10分で1万人超えた。すごい、もう朝配信決定じゃん、ゆきりんさん。わーい、ゆきりんさん明日朝配信だ。あれだね、お風呂配信じゃん、3万人いったら。すごい。うーん、お腹鳴った。お腹が鳴っちゃうよ。お腹が鳴っちゃう。ね。3万人はカラオケ配信。そうか。100万人がお風呂か。そうだ。ゆきりは約束してないからって。勝手にお風呂って決めるなって。そうだった。ゆみりんもゆきりんに負けずに頑張って。頑張ります。ゆきりんさんに負けずに。頑張るぞー。全部負けてるけど。ゆきりんさんに勝ってるもんなんて一つもない。だって、ゆきりんさんって身長何センチなんですか？身長は勝ってるのかな？どうなんだろう？身長は何センチですか？身長は、でもどうなんだろうな、ゆきりんさん何センチ？ 163 とか4とかそんな感じがする。164？か。あ、若さね、なるほど、若さ。もうそんぐらいしかないね。164。え、じゃあ同じ身長ですか、ゆきりんさんと。同じ身長なの？163？
164。え、待って、私、ゆきりんさんと同じ身長なの？え、待って。ちょっとなんか身長わかるやつないかね、ゆきりんさんと一緒に。この間の集合写真。誰から送ってもらったっけ、マネージャーさん。あ、これだ、これ。あー、ティーチャーの、やつ。私立ってるけど、ゆきりんさん座ってるわ。ダメだ、こりゃ。そうだ。ゆきりんさんは前の方にいるから、座ってる。そっか、残念。あ、太さなら勝ってる。やった。やったって、これ喜ぶことじゃないな。もうそんぐらいしか勝ってることはない。うん。そうだ、そこは勝っちゃダメだよ。もう負けないとね。もう、負けましたってならないといけない。そう。あ、晴れ女度分かって、晴れ女度分かってる。確かに。そうだ、ゆきりんさんにそれは絶対勝ってる。うん。それは絶対勝ってる。びっくりした。なんか声聞こえた気がする今。廊下かな。キリンさんのドラムとコラボしたい。あ、したい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 。キリンさんのドラムといいですね。わあ。7歳の思いは多分勝ってます。うん。勝ってる勝ってる。勝ってる勝ってる。勝ってる勝ってる。ユミリンプロデュース公演、ユミリンプロデュース公演のメンバーはナナさんとタキノです。ひたすら、いや、プロデュース公演の前にね、 ST は公演がね、もうすぐそろそろできるので、そこを楽しみにしてください。はーい、ナナちゃん今日ヘトタジだったんだね。あ、ティーチャーの衣装 だったね。メール見たけど、そうだったね。ティーチャーの衣装は、おへそが出ております。おへそ。お腹。ちなみに私の衣装も実はお腹出てるの、あれ。そう。お腹出てる。よーく見たい。おへそはでも出てないかな。うん、おへそは隠れてる。チーム4新公演、鉄菜でーす。なぁ、ST の公演は何だろうね。うん。お腹出てる、シャミくださーい。いつか載せたメールに。うん。この間。にゃーん、にゃんにゃんにゃーん、にゃんにゃんにゃんにゃーん。へーそうなの。そう、おへそです。はーい。ユミ、遠距離恋愛無理だと思ってるかな？なるほど。いい質問ですね。いい質問ですね。っていうか、なんだろう。なるほど。お悩みコーナー？遠距離恋愛。でも、ナナさんと私がそもそも、そう、瀬戸内の嫁で、まあ、AKB のナナさんということで、まあ、基本的に遠距離なので、はい。だから、無理ではないと思ってます。うん。あ、恋愛に距離は関係ないと思いますよ。うん、ただ、毎日会えないっていう、そういうのは、あれだ、まあ、それ会えるんだったら毎日会いたいけどね。うん。だけど、まあ、恋愛に距離は関係ないと思います。イエーイ。あ、15分で5000人超えた。やったー、ありがとうございます。はい。モザイクになってる？本当に？どんぐらいモザイクになってるんだろう。ちょっと見ま
ただいまー。暗闇見てたのにごめんなさい。切りましょうか。あー、さっきもらったティッシュがある。そうそう、なんか画面が曇ってる。どう、あ、綺麗になった。イエーイ。ゆきりんさん、ゆきりんさん、もうゆきりんさん、もう私の配信が、確かにちょっとこの携帯の携帯熱い。二台持ちっていうか、まあ過去の携帯をもう使ってないやつは Wi-Fi つないでやったって感じですね。うんうん、そういうことです。あ、気になった。あ、気になった。ありがとうございます、嬉しいです。美容に気をつけてるんですよ。うん、そう、なんか今日お水を買いまして、あれ、これだ、お水を買いまして、これね、ちょっとね、あんまり美味しくないの。なんか香水なんだけど、なんかあんまり美味しくなくって、そう、なんか一口、え、なんでみんなさあ、何、蓋だけでわかるの、やだ、もうもうやだ、何それ、本当になんでわかんの、すごい。そう、でもなんかこれちょっと外した。そう、なんか香水はあんまり私向いてないんですよ。そう、オタク怖いってうん、あってなるめっちゃブサイク。そう、そう、なんかすげーあーってなる感じでも、なんかこうマネージャーさんに、東京あのその歩きながら話してて、あのティーチャーティーチャーの衣装とかですごい体型が気になるし、あと総選挙も近くなってきたし、もし水着サプライズとかあるんだったら、あのね、もしランクインできたら、せっかくファンの人がランクイン頑張ってランクインしたのに、もし水着サプライズがあってってなった時に、そう、嫌だから、そう、総選挙に向けて頑張りたいんですって言ってたら、なんかこれいいよって言ってくれて、そう、なんかでも、うん、なんかこうちょっと頑張らないと、なんかそう、飲みきれないかもねって言われた。なんかなんか、なんかあの、そう、都会の女です風な感じでこうノリノリで飲まないとって、そう、でもこれすごいいいよって言ってもらって、これをそう1週間ぐらい毎日の飲んだらちょっと絶対変わるから、ってとりあえず1週間飲みなって言われて、そう、こんだけ飲んだ今日1日でこれだけ飲んだ。でも1日1本は絶対飲まないと、これ 1.5 リットル飲んでって本当言われた、1日。そう、少なそう頑張ったんだよ、一口ずつ、もう一口飲もう。海にがゆきりに勝負してると伝えてきていいです。勝負はしてないです、もう勝負なんてできないです。キリさんに勝てることなんて何でもないの。かわいいって、ありがとうございます。なんかはぁってなる、うん、そう、味がつく子な、味がつく子なね、を入れるとね、なんかそれでちょっとカロリー取られそうな気がする。そう。
そうなんですよね。そうだけどチーズ最近チーズにハマってるんだよな。うーん、入れたら意味ないやろやっぱり。そう私もそう思う、だから頑張った。チーズは太らないのでおすすめ。そうなん、チーズってね、そういいんですよ、チーズはいい。今日はカマンベールではないです。そんな毎日カマンベール飲んだら破綻しちゃいます私。うんうん、という思い込み。じゃあ私も飲もうって。一緒に頑張ろう。1.5 リットル。うん。何味？プレーン、スモーク、スモーク、スモーク。うん。うん。チーズ止まらなく、そうチーズ止まらなくなる。うん、ピザ好きそうだね。逆にピザ嫌いな人っていないですよね。うん、各作業でブラマイゼロ、なるほど。うん、ふん、うーん、あ、嫌いなの？あまり好きじゃない？本当に？ほんと？あ、チーズが嫌いなんだ。なるほどね。うん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 。ピザって10回。ピザ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 。ここは、パンチェット大集合。トマト好きですか？どうしても知りたい、知りたいです。本当に？まあ、どうしようかな、言おうかな、じゃあ、どうしても聞きたいんだったら言うけど、うん、トマトは好きです。はい。福田がヨーグルト苦手なの？そうなんだ。へぇー。へぇー、いいです。イエイ。はー。なあちゃんのトマト食べ、あ、なあさんの残したトマトは滝野が全部食べます。安心してください。うん、安心してください。なあさんのファンの方、責任を持って食べます。滝野が、ヨーグルト私大好き。へえ、うーん、あ、モッツァレラ好き、わかる。モッツァレラチーズめっちゃ好き。モッツァレラ、モッツァレラ、ピーマンは嫌い。ピーマンも好きですよ私。うん、全然。うんうん、ヨーグルト入ってるかビクビクしながらスシローのパフェ食べてたの。そうなの？赤に一口くれた、スシローのパフェ。スシローとか言っちゃった。お寿司、お寿司屋さん、回転寿司のパフェ。うん、質問です。モバイルメールって返信できるの？返信はできます。でもただこう公式っていうか普通に返信すると、私のところに入る前に一回こう、まあ、変なこと抱えてないかなとか、そういうのをあの、まあ、検査されるので、まあリアルタイムでは届かないですね。ちょっと時間が経ってから届くので、割と読む側の私が何の返信なのかがちょっとよく分かんないことが多いです。あとは何のメールの返信かが分かんないな、そういえば。そうだから、そう、もし、まあ、すぐ返信したいとか、もう絶対読んでほしいっていうか、そうだったら、あのツイッターでハッシュタグユミリンメールで、はい、あのやっていただくと、はい、結構割と頻繁に見てました昨日。そうですね、うん、本当にそう、なんか忘れた頃に返信が来る感じ。そう
てか私が忘れるのが早いの基本的に。そう、そんなに遅いのかみたいな感じにもしかしたら思うかもしれない。逆、そう、逆なの。私が忘れるの早いから、そうなの、忘れた頃に来ちゃう。こまねちゃんだよ。郵便メール取ってないけど書いてもいいの？取ってから書いてください。そう、とても楽しみにしてます。なんかツイッターだと返信恥ずかしい。わかる、わかるっていうか、まあなんだろうな、私は別に見るからいいけど、まあなんだろうな、まあそういう時はじゃあぜひ握手会とかで言ってくださると嬉しい。そう、まあでも本当に本当に恥ずかしいっていう人はぜひね、メールの方で返信していただければ。でも基本ツイッターの方が、そう、そうだな、よく見るかな。恥ずかしさは気にしてました。それがいい、それがいい、それがいい。握手会で愛を伝えてもいいし。なるほど。あ、気にしないが DD バレる。あー、まあそれはもう気にしなくていいと思います。DD の人が DD あんまり気にしちゃうともうね、あれだと思いますよ。もう DD の人は胸張って DD ですって言ってる具合がちょうどいいと思う、私は。そうそう。Twitter 長文ダメだから、あ、もう全然5回ぐらいに分けて、もう、こう、くださったら全然、全部読みます。お手紙書いても読んでもらえますか？もちろんです。でもやっぱりこう事務所に届くので、割とこうともらうのが遅くなっちゃったりとか、特に私もあんまりこう人家に帰ることがないので、もらえる機会が、タイミングがちょっと少ないんですが、でも必ず読みます、お手紙は。もうどんなに時間がかかっても絶対読みます。しかもそう、なんだろうな、お手紙って、なんだろう、時効とかないじゃないですか。なんかもし、ハッシュタグ、ゆみりんメールとかだったら、私が見ないとさ、もう、どん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 、いろんな返信が来ちゃって、もう見れないやつとかもしかしたら出てくるかもしれない。けど、そう、まあ、全部見ますけど、そう、お手紙はさ、なんだろうな、取っておけるし、私も形に残るから嬉しいんだよな、ファンレター。ツイッターのユミリンって本物ですか？ああ、私は、あ、個人のツイッターはしてないです。メンバーツイッターしかしてないので、個人の、滝乃夢子ですとか言ってるやつは全部偽物です。ブー。偽物です。リモコンのことピッて呼び始めたよ。呼んでください、呼んでください。にゃーん。手紙がただただ恋文になるのです。ああ、ラブレターたくさんお待ちしてます。メンバーのやつの返信はね、自分がツイートしたやつの返信は見てる。あんまりメンバーがツイートしたツイッターの返信は見てないな、私。でも自分がツイートしたやつの返信は見てる。そう。なくなった。にゃ。にゃ、にゃー、そんなもんかって。ユミニファンかわいいか。ユミニファンみんなかわいいから。カマンベールチーズ受け取ってくれますか？ちょっと食べ物はダメですね。ごめんなさい。お気持ちだけ受け取っておきます。フラットダイエットなかし、イエーイ。そう、総選挙に向けて頑張っております。どうなんだ、水着サプライズあるのかな、ないのかな。ね、にゃー、手紙でもツイッターでもリップ飛ばすのでも一方的だけど、ショールームは返信がもらえる。確かに。でもね、私はね、そう、それだと握手会もね、返信もらえるからすごくいいと思う。なんだろう、しかもさ、握手会だとさ、なんだろう、内緒の話もできるし、2人だけの話とか、あとはそう、なんかショールームだったらさ、こうあんまりこうたくさんコメントくれるからさ、やり取りとかはできないけどさ、個人の。そう、握手会だとこうね、
絶対会話が通じるから。そう、内緒の話、実は俺誰だろしなんだけど来ちゃったみたいな。内緒の話、そう、内緒の話したいって、しましょうしましょう、内緒のお話。うーん、今度申し込んでみよう。おお、お待ちしてます、握手会。二人きりじゃないよね、スタッフさんめっちゃ近くいもん。でもさ、そんなさ、スタッフさんがさ、誰かにベラベラ喋ると思います？あの人なんちゃらって言ってたよみたいなね。そんなもう多分次の日になったらもう何喋ってるか忘れてますよ、そんなスタッフさんだなんて。そんな多分いちいち覚えてないと思う。うん、だから実質二人。ツイッターに書くと思ってます。でもさ、スタッフさんも一応守秘義務があると思う。うん、あんまりベラベラ、うん、喋っちゃいけないんじゃないかな。うん、夢にも忘れてそうって二人連続で言われた、私。同じことを。大丈夫、私はもう墓場まで持ってきますよ、皆さん。うん。うん。うん。夢に登られてるかな。それはちょっとわかんないですね。もう覚えられてるかもしれないし、覚えられてないかもしれないし、まあ基本的に私記憶力は悪いので、はい、50回来てくれたら、覚えたって言ってくれたら多分覚えてます。うん、うん、うん、50回チャレンジ。そう。あれんかい。うん。悪いですね。そう。50回。50回で覚えられなかったら、土下座します。はい。土下座させたい。じゃあぜひ50回来てください。まあでも基本こう名札をつけてくださるとすごく早く覚えます。うん、そう、記憶力悪いとか言ってて普通に覚えてたからびっくりした。そう、なんだかんだ50回来たらとか言うけど、うん、まあ覚えてる時は覚えてます。そう、なんかでも誰々ちゃんは1回で覚えたのにとか言われると、私は誰々ちゃんじゃないし、そう、そう、私は滝野由美子なので、はい、1回でという期待はあまりしない方がもしかしたらいいかもしれないです。はい、ということでお水飲みます。
あと半分以下。あと5分の2。ということで皆さん、じゃーん、あ、崩したが、あ、ちょっとこれがついてる、じゃーん、教科書のお時間です。じゃん、プラチナフラッシュさん、もう買っていただきましたか。うーん、ありがとうございます。表紙は渡辺理沙さんです。超絶美しい。へー、お、予習した？本当に？うんうん、レジ忘れずに持ってきました。やったー、ありがとうございます。教科書はですね、ページ数書いてないわ。これページ数書いてないわ。30ページがあった。1、2、3、4。あれ、これページ数87、86、85、84、83、82、81ページ。近くのローソンには売ってないんですか？あ、私も今行ったローソンは売ってなかった。そうだから、そう、コンビニはね、あんまり売ってない気がする。多分もう買われてるんだと思う。うん。そうそう。そうですね。はい。廊下に立ってきます。はい。取りに帰ってきます。いってらっしゃい。入る数が少ないのか。多分そんな気がする、私。はい。そう。写真でないと難しいかも。だから私もすごく本屋さんに行きたかったな。7軒目で見つけた。すごい。でもそんぐらいないよね、本当に。教科書もらってませんって。これはですね、ご購入ください。はい、本体787円プラス税です。はい、そうですよ。自転車乗れます。はい、まず最初のページは自転車をしてる時のですね、河原の君、それともお風呂にする、ご飯にする。教科書は大学と一緒で各自購入のこと。まあそうですね。でも高校の時もそうだった気がする。隣の人に見せてもらいます。はい、隣の人に見せてもらってください。はーい、最初のページは自転車の時のです。これはなんと自転車も青なんです。からのーってHKT のミクリンと並んでるのが俺と。なるほど、弓クリン推しですね。弓クリン推し、すごい。ユミクリン、よくないですか？ユミクリン、ミクリンさんと滝野、ユミクリン、あ、HKT のホールツアーに行ってきました。おお、疲れ様です。ゴロがいい、いいですね。ゴロが。その次のページ。私この次のページのね、この目つぶってね、もう寝てるやつがね、この、服の中では一番好きですね。皆さんどうですか？返信待ち。それなーって。教科書貸してください。貸せないですね。ほんまに寝たの？ほんまに寝たらさすがにちょっと怒られちゃうと思う。でも本当になんか、あったかくて気持ちいいなーみたいな。あ、それいいね、妄想。
じゃあね、このお話を覚えてて、もし明日とかにね、ちょっとチェックする機会があったら、ぜひぜひ、教科書取りに行ってもいい。取りに行ってください、ぜひ。はい。あ、その左のページが好き。あー、この、なんかお姉様座りしてるやつね。うんうん。そう。日の光が似合うねって、ありがとうございます、嬉しい。ひなたぼっこして、ね、寝てる猫みたい。にゃん。猫みたい。でもよく犬っぽいって言われる。あんこに似てるって言われる。うん。教科書忘れたのでノートにメモしておきます。あ、それすごくいいと思います。うん。ノートにメモしててください。そしたら、あれだね。二度楽しいね。こう、明日とか買った時にチェックできる。ね。うん。いいと思う。それすごくいいと思います。道に座っちゃってる。あ、でもこれ道でもないかな。ギリギリ。うん。そう。赤い葉っぱはね、これね、なんだっけな。なんかなんちゃらかんちゃらって言って、なんかね、一週間ぐらいしか赤くないんだって、これ。なんか、この、葉っぱが出た、三日間かな。なんか、そう。しか赤くないらしい。3日間だっけね、2日間だっけな、1週間だっけな、これ何ですか。これ何ですか、分かんないんだけど、何ですか。何だろう、ちょっと調べてみよう。なんて調べようかな。新芽赤。あ、これ何、これは何、新芽は何何？ん？これじゃない。あ、紅かな目持ち。紅かな目も、べ。紅かなめもちだそうです。紅かなめもち、紅かなめもち検索、これだ。紅かなめもち、そうそう、これこれ、ん、これ本当にこれ、うんふ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 ん、あ、紅かなめもちだ。うんうん。あ、紅かなめもちというのは総称で、実は明確な品種として登録されているわけではないんだって。へえ。紅かなめもちの中でも特に新芽が赤く美しいものを指しているの。なるほど。学名としては明記されておらず、何かの別名というわけでもないんだって。へえ。そもそも、カナメモチというのは、3月下旬から4月頃にかけて、新芽が赤く色づく綺麗な植物で、へえ。そんなカナメモチの中でも、紅色が強い個体を特に紅カナメモチと呼ぶ。あ、じゃあ、カナメモチの、カナメモチが、紅かなめもちになってる期間に私は取ったんだ。なるほど。そう。しかもこの時期じゃないとって言ってた。確かに。だからすごいいい時期に取れたねって言ってくださった。そう。かなめもちだそうです。かなめもち。紅かなめもち。ちなみに全部カタカナ。紅かなめもち。また一つ学びましたね。
次のページに行ってみましょう。ゴロニャンの滝のゴロンとしてますね。はい、すごい。この衣装は露出が、そう、なんか、そう、部屋着っぽいねって、うん、部屋着っぽいですね。キャッ、セクティー。うん、あ、左のページがいい。寝てるのかわいすぎて。おお。やまし、これはふかふかです。このベッドめっちゃふかふか。めっちゃゴロニャーンってしてた。ゴロニャーンって。うんうん。着た時の正直な感想はこれだけですかって。これの上にこれなんだろう、なんか下着じゃないけど、なんかなんだろうな、こう下に切り当てたと思ってた、ずっと上も下も。これの上に例えばワンピース着たりとか、なんかまだ完成段階じゃないと思ってた。そう、肌着みたいな、そう肌着かなって思ってた。そう、恥ずかしくないのかなって思うことがある。恥ずかしいです。はい、恥ずかしいです。そう、鼻と耳から鼻血出た。耳から見たら耳血じゃない？鼻血、耳から鼻血は出ません。肌着に近いね。確かにそうですね。うん、でもこのスタイリストさんもすごい、よく私すごくご一緒させていただくスタイリストさんで、なんかそう STU の時もすごくご一緒させてもらう機会が多くって、そうだからすごくね、 STU のことも私のこともすごくよく分かってくださってるスタイリストさんなので、はい、もうこの方になんか任せたらもうお任せしますって感じ。そう、スタイリストさんが選ぶ。そうだって最後のページに全部書いてありますね。写真、スタイリスト、ヘアメイク、撮影協力。そう、そうです。スタイリストさん信用してたら、そうこのスタイリストさん信頼、もう信用してたらもう普通に大丈夫。うん、信頼だね。そうですね、うん、さすがプロ、うん、さすがプロです。そう、あとはこの写真で窓側にいるんですけど、この窓から船が見えるんですけど、そう船、なんかすごい面白い船が通った、なんか近未来的な船とかが通った。うん、確かに全部海に似合ってるね。もうさすがプロの方ですよね。うん、そうそう、だから STU も船できるねっていう話もしました。そう、宇宙船みたいな、そう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 、そんな感じの、そんな感じの、そう隅田川的な、あー何川なんだろうな、これちょっとよくわかんないですけど、まあなんちゃら川ですきっと。うん、そうですね、はい、クルーザーもいたかも。うん、お台場まで行くやつか。うん、ちょっと私ちょっと時よくわかんないんで、わかんないです。うん、川なん、あ、川ですね。うん、川だった、東京。うん、これは東京で撮ってます。はい、うーん、あれかなって、多分それ。うん、太田川、あー、なんかそんな感じで言ってたかも、気もするかもしれないし、そうじゃないかもしれないし、なんだろうな、隅田川じゃない、隅田川じゃない、うん、なんか、うん、川です、川。プラチナフラッシュ、前回もそうだけど、イミリンの良さ引き出してくれるのね。プラチナフラッシュさん、個人的にこれ共感してくれる人多いかもしれないけど、紙質が好き。この表紙のサラサラ感とページのちょっと厚い感じ、しっかりした紙質のページみたいな、すごい好きです。
わかるね。ね。そう。わかる。やっぱり。やっぱり。そう、しっかりして豪華な本だね。ね、本当そうですよね。うんうん。そう。そうなんです。先生の表紙はいつですか？私。うん。ぜひ。アオキーさんとかに皆さんお願いしてみてください。いつかね。アオキーさん昨日も一昨日もん一昨日うん昨日もねショールーム来てくださったから、そういう機会にみんなでね、そう、どんなか見つかってるんですかこれね。本当にいいですよね。ぜひ今度ね、なんかあ755とかね、確かにアッキーさんの755とかもやられてるんでね、この私のこの感想とかもアッキーさんの755とかに言うとね、もしかしたらねまたやろうって思ってくださるかもしれないし。そう、アッキーさんお会いしたの、へーすごい、いいな、羨ましい。キーさん。ななさんに見せたのって。あ、ツイッターも、あ、うん、アオキーさん、ツイッターも、そう、やられてるので、はい。いろんなところで。アオキーさん、ツイッターのリプもご覧になっています。ね、本当に優しい方ですよね、アオキーさん。すごいファンの方の信頼もなんか熱い気がする、私、ホーキーさん。ね、ツイッターに、そう、オフショットもね、何ヶ月前かに、こう、公園でアオキーさん見た、アオキーさんどこにでもおるわって、ね。すごい、アオキーさんの目撃情報、みんなの。そう、そして、はい、この窓のページ、次のページ、次のページは、インタビューが載ってました、昨日の。なんかこう AKB でのこう活動の選抜の活動のこととか、服とかメイクとかあとは、まあ、新曲のこととかも言ってますね。あと今回の、撮影でもんじゃをそうもんじゃを作ったんですけど、その話とか、あとはまあマチャリンさんのこととか。そう。そうなんですね。あと鉄道のこととかも言ってます。あと最後にちょっとですが、あの6月の世界選抜総選挙のことも書いてます。はい。おったまげーって、そう、マチェリンさんさっき配信してた気がするな。そう、そう、マチェリンさんいつもヘタッピーって言うから、ヘタッピー、日本語ヘタッピーって言う、お上手ですねって言ったら、おったま遣隋使って、おったま遣隋使、西日本なのにもんじゃ食べてたの。だって私別にそんなもんじゃは全国的なもんだと思ってた。あれかな、私ちっちゃいから神奈川県住んでたことがあるからかもしれない、もしかしたら。かな。鉄道大好きです。名古屋でも参戦するよ。わらって何、わら、ありがとうございます、参戦してくださるのは。わらはちょっと笑顔でやってるのかな、参戦するよって、ありがとうございます、どんなもんじゃい。あ、そう、あのね、ちょっとね、面白いのがね、面白いって自分で言うけどね、あのこの何ページだろう、後半のフラッシュ、あのチェキプレゼントのところの私のチェキ見てねえ、
そう。ハードル上げた、違う、そんなにハードル上げたくない。違うの。そんな。よかった、グルラビア。滝野由美子って書いてチキ応募して。ありがとうございます。嬉しい。そう、チキ。来てください、この、このダジャレ。そう。誰も愛してくれないって。ぜひぜひ、じゃあ自分で、ね、買いに行ってみてください。テキ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 応募しなきゃーってぜひよろしくお願いします。1希望する美女の番号を1つ。美女だって。で今回登場してくれた10人の美女のチェキをプレゼント。美女だって。美女面白い棒ねえチェキぜひ応募してください。応募してください。そう、美女だって。へえ。登場してくれた美女たちのチェキを計20名様にプレゼントいたします。1、希望する美女の番号1つ。購入同期のだったグラビアを2つ。よかったグラビアを2つ。グラビアを見たい女性タレントを2人。締め切りは6月25日当日決心有効です。皆さんよろしくお願いします。美女、美女で問題はないか。問題はないが、ん、美女イエーイ。すごい。アンケートめんどくせえって。いやそんなこと言わないで。あれですよ、滝野由美子ってたくさん書いてくださったらまたもしかしたらアンケートで滝野の評価が良かったからまた出そうって多分なってくれます、きっと。うん、そう。みんなめんどくさいとか言っちゃうの滝野悲しい。いつも書いてくれるのかなって楽しみにしてたのに、応募してくれるのかなって楽しみにしながらチキ取ってるのにな。滝野悲しいわ。書き方教えて。書き方なんだろうな。書き方ってなんて言ったらいいんだろう。はがきにこのなんだろう、希望するビデオの番号一つ、1ってところに6番 STU48 滝野由美子って書いて、2のところに滝野由美子って書いて、3のところに滝野由美子って書いて、4のところに滝野由美子って書いたらいい。はがきない。ぜひ、コンビニでも買えますよ、はがき。はい。そう。で、住所書いて、自分の名前書いて、年齢書いて、職業もだって。職業も書いて、電話番号も書いて。で、送り先にを書いてください。はい。このアンケートは文章し、そう、だって、希望する美女の番号1つとかじゃなくて1って書いたらいいか。1、そう、あんこって書いたら不採用かな。あ、いいと思いますよ。このグラビアを見たい女性タレント2人で、あんこと滝野由美子って書いたらね。私いつかあんこと一緒にグラビアしたいから、うん、私たちは推しにいてめんどくさがりなんです。でも私こういうの応募するの好きだな。そこはめんどくさがらない。推しに、推しにっていうか自分の好きなことはめんどくさがらないかな。うん、そう。あんこ表紙いいですね。絶対買う。もう絶対買う。かわいい、かわいい、かわいい。うーん、あきさんに頼もうね。いいですよね。うんうん、コアナーちゃんと読みいいんです。確かにいいです。なゆみで、なゆみでってお願いします。うーん、岡田の滝野由美子で書いてよ。あー素敵。あんこも同じスタイリストさんかな。あ、確かに同じスタイリストさんだと思う、多分。うん、あんこちゃんちょっとこっち向いてねみたいな。なーちゃんとあんこ
それはちょっとだいぶわけわかんなくなっちゃうと思う。あんこと一緒だとユミの自然な笑顔が撮影できそう。あー、うーん、みーちゃんから LINE が来た。そう、石田嬉しいって。みーちゃん、私も嬉しいよ。みーちゃんイエーイ、みーちゃんイエーイ、私も嬉しいよ。あー、どうなるんだろうね、分かんない、楽しみすぎるって。イエーイ、二度目ましてみーちゃんって、二度目ましてみーちゃん、うーん、あ、どこどこって LINE です。うん、残念ながら、うーん、もんじゃ作ってる時に前にはカメラマンさんですね、はい、前にはカメラマンさんがいます。おー、ここやでーって。どこどこー、うーん、写真集であんこと撮ってね。撮りたい。そろそろ音楽系の雑誌に載ってほしいです。あ、私、ザ・サックスの表紙をやらせていただいてます。そろそろ音楽系の雑誌に、そう。もう出させてもらってます。ぜひ、ぜひ、ぜひぜひチェックしてください。よろしくお願いします。そう、それで、ちょっと話を戻ります。そう、今、このプラチナフラッシュさんの話をしております。イエイ。そう。ねえ、そうですね、お洋服メイクまだまだ勉強中の毎日でした。そうです、の次のページ、そう、この椅子ね、この椅子、あの、吊られてる椅子なの。そう、吊られてる椅子なの、良くないですか。どう。公式ツイッター始めてほしい。そう、私も始めたいんですけどね。そう。そう、ブランコ。なんだろう、うん。そう。あ、釣って、よいしょ、表情がいいねって、ありがとうございます。この腕のムチムチ感な。あ、ふしょっててこんな椅子なんだって思った。なるほど、それ横から撮ってるからね。うんうん、確かにあれで全部わかると思う。うん、そう、先生、左ページがマイベストです。あ、このなんか手イジイジしてるやつ、そう、手イジイジしてるやつ、あ、ユミリ肌白いですねって、ありがとうございます、嬉しい。そう、入れてたら寝るやつ、うんうん、そうそう、うーん、あの椅子欲しいよね、そう、イジイジの顔がいいねって、イジイジの表情がいいですねって、じゃあ、イエーイ、イエーイ、いただきましたって、ありがとうございます。あ、酔いそう、なるほどね、そこまで揺れないです、この椅子、はい、大丈夫です。プラチナフラッシュ買いに行きます、よろしくお願いします。こんな表紙です、ベリサさんです、表紙は、はい、ほんと違う、笑って、わーい、ユキリンからユミに、あ、ユキリンさんもう終わったんだ、そうなんだ、1時間経って、本当だ、もう1時間経ってる、早いな、早いな、早いな、イエーファー
ぱり2万いきませんなねえねえってまあでもね嬉しいですね、ありがとうございます。うん、あーふー、セナページの表情も好き、確かに、うん、よいしょ。1万8000人ぐらいに下げません、うーん下げません、うーん、スタイルいいよね、 ありがとうございます、嬉しい、うーん、柔らかい平常できるようになったねって嬉しいです、ありがとうございます、うーん、下げませんでしょうね、頑固ですからそこなんとか、いやそのね、こうやっぱり行かないけど行った時の達成感がね、そう、あ手首柔らかいよねって、そうよいしょ、ほらここがつきます、逆に2万5000人にあげます、それはなんかね、もうね、無理が決定だからね。そう。あれ、だってもしかしたらさ、もう万が一さ、万が一、そう、目標を下げちゃ意味ないんです、そう。1万人の友達に行ってくる。行ってきてください、ぜひ。そしたらね、もしかして1万人中100人ぐらいは、もしかしたら、あ、この子の配信明日を見てみようって思ってくれるかもしれないしね。うん。そうそう。弓力。弓力出そうぜ。汗かいてふんばれ、今日気づいたけどユミって甘めのイケメン顔してる、甘めのイケメン顔何それ面白い、ありがとうございます。イエー、じゃあ部下に命令しよう、お、いいですね、よろしくお願いします、部下に、あの部長命令、部長命令わかんない、その方が部長なのか課長なのか社長なのか支店長なのかわかんないですけど、うーん、駅に1時間で3万5000人行ったから2名にも2万人目指そうって、あー、おお、1万人が友達1人に勧めたら2万人になる、確かに確かに確かに、わかちこわかちこ、うーん、匿名係長かも、確かに、うんうん、かも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 、うーん、ユミリンのおすすめ曲は、うーん、やっぱり暗闇かな、太陽は水平線の彼方を目指して、ある上が聞いただらか、水夕暮れ、友達に行っても見てくれない、ユミリンの可愛さが分からないって、まあそんなもんですよ、うん、そんなもん、分かんない分かんない、そう、やっぱり好みのタイプとかはみんな違うからね、もう私のこと可愛いとか素敵って言ってくれる人もいるし、まあイエーっていう人もいるしね、うんうん、十人十色ですから、まあね、でも逆にこう私の握手レーンとかに並んでる人とかっていわゆる同じタイプっていうか、なんだ、同じ趣味っていうか、同じ多機能っていいんじゃねって思った仲間だから、すごい、なんだろうな、すごい運命感じません、そうでもない、私はすごいなんかあれだな、すごくファンの方同士が仲良くなってくださってるのすごい嬉しいです、うん、うーん、新潟にはユミニオンしようよ、本当に本当ですか、ユミジカラはセカンドシングルじゃないんだよね、うん、多分わかんないよ、セカンドシングル暗闇ってなるかもしれないし、それはちょっとわかんないです、そもそも私たちがセカンドシングルでを出せるのかもわかんないですけどね、うん、連れてった女性ファンがハマりそうだって、おー、ぜひお待ちしてます、ありがとうございます、
はーい、髪サラサラだって嬉しい。夢にはきっかけに友達が増えました。それは嬉しい、それは嬉しい、本当に。うん、台湾でユミリンのファンが多い。本当に嬉しい、それは。って知ってるってことは、じゃあお友達たくさんいるのかな。ね、嬉しいな。じゃあたくさんでぜひお待ちしてますね。小島くんもすぐ誕生日なんだって知ってた。あ、ね、まあ、コキー歌ってましたね、ナーさんがね。えへへ、はーい、女性増えてって、おーおー、握手会あるある、ユミリンきっかけの友達欲しい。もうたくさん作ってください。うーん、ふぃー、うーん、友達にユミリン配信してるって言ったら見てるって。本当にすごい、なんか嬉しいね、それは本当に。あ、CGB41 第2弾あるといいね。確かに第2弾あるといいな、ね、うんうん。病で気をつけてることは、うん、水を飲んでます今日から。確かに名古屋ドームでユミリン推し集まるよね。確かに推し席だとね、一発で仲良くなりそう。戻ります。友達に紹介しようと思ったら友達いなかった。大丈夫。じゃあ握手会に来るときっとお友達増えると思う。はい、その次のページ、お、出ました。超絶もんじゃ楽しみに焼いてる滝野。そうそう、それがメイン。わーい、この髪型とイヤリングとこの服とが超絶合うと思います、この組み合わせ。もんじゃー、そう、この服を昨日着てました私。うん、そうそう、このオレンジジュース持ってるのが好き。あー、しかもめっちゃさりげない服だ、あの写真ですよね、これ。なんかめっちゃ気取ってるとかじゃなくって、なんか本当に本当になんかこのもんじゃのセット全部滝の本当に素の私撮ってるみたいな感じ。彼女ともんじゃデートなうみたいな感じですよね。そう、ユミリンピアス開けへんの？私ピアス開けないですね。うん、開けないです。ラジオ感ありますね。ありがとうございます。もんじゃ1回しか食べたことない。食べた方がいいよ。うん、食べな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 。この写真はスミのユミリンを引き出してくれてるよね。そんな感じがします。嬉しいですね。うん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 、抱きしめて笑った12月の明るくの中には君がいる、寒がりな。うん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 。あ、喉枯れなかったです。そう、あああああああ。ピアス開けないで、ね、多分開けないと思う。うん、大丈夫、安心してください、安心してください、開けないですよ、安心してください。うん、この間彼女とタモンジャ行ったんだけど、自分が作るの遅すぎて欲しられました。彼女と行ったそうですよ、皆さん。ドド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 ドって。じゃあその今度は彼女に怒られないようにしてくださいね。うんうん、
ね、言うと思った。まつりなちゃんあった。お会いできないですね。私なんかが会える人じゃないんだと思います。いつかお会いできるといいなぁ。ねぇ。そう、東京デートストーリーな。そう。ユミンともんじゃ食べたい。行こう行こう。もんじゃ食べよう、もんじゃ。ねぇ。テタトレシの先輩ね。そう、松井玲奈さん、すごい大好きです。松井玲奈さん。これは東京までの設定。これは、なんか、彼女が都会、東京のに就職して、就職してか、ま、東京の大学行って、で、まあ1年とか住んでのところに幼なじみの男の子がこう地方からこの子に会いに東京に遊びに来る、で私が東京を案内してあげるって感じですね。はい、そう、そんな感じのストーリー。です。そう。まだ彼氏ではない幼なじみって設定。そんな感じかな。そう。でも男の子は好きなの。この女の子のことが。で、女の子も好きなの。そう。ここからは私の設定。ここからは。でもなんだろう。こう。好きって言っちゃうと、こう今までの幼馴染の関係がとかなって、お互い言い出せないの。そう、言い出してさあ、言い出してこの関係が崩れるのならってそう、ちょっと友達出ましょう。そう、恋愛ドラマだよね。ね、そう、恋愛小説読みたいな。私漫画すごい好きで、そう、くすぐったい関係だね。いいですね、いいですね。青春っすね。ね、青春。ドキドキ。一週間フレンズの、あ、はい、いいね。私まだ見てない。わあ。片思いの入り口。朝早い。通学路。入念口で出会った。久しぶり。なぜかいいです。すべての小説は恋愛小説であると言った。へえ、ユミ眠くないの？私は一日中眠りたい人です。そう。もんじゃの上に乗ってる赤いのは明太子ですね。あ、君に届け見たー。君に届けめっちゃ好き。サワコちゃん大好き。黒のサワコちゃん。サワコちゃんのあの黒髪ロングが超絶可愛い。超絶可愛い。わかりみーって今日なーちゃんと会ったよ。いいなー、私もなーさんと会いたいなー。なーさん、なーさんと会いたいよー。明日から夜勤やから頑張ってください。あ、フィルスターもんじゃが最高。それなー、美味しいですよね。まだ私好きなのはあれかな、明太餅とかかな。明太餅。あ、でも何でも好きだな。普通のも好きだし、何でも大好き。
9月3日に会えるな。まあなんなら明後日会えるけどね。超自慢、すごく自慢。そう、なんなら明後日会います。うーん、明後日会えるし、2日明けてその次の日も会う。ドヤ顔いただきました。イエーイイエーイドヤ。わーい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 。自慢されてる、負けた、イエーイ。いいもん今日あったから。でもいいな、そう、私今日会ってないの、だから羨ましいな、羨ましい。ほうほう、おし、あさって夢に似合います。お待ちしてます。メンバー特権か、イエーイ。どっちかっていうと夢に似合える奈々さんが羨ましいけど、何それ、いや全然羨ましくないですよ。うん、うーん、夢に本当に綺麗になったねって嬉しい。あ、明日沖縄から帰るよ、お気をつけて。うん、ティーチャーティーチャーの旅の振り付け私も好き。メール楽しいよ、いつもありがとう。いや、私も見てくださってありがとうございます。うんうん、今日なーちゃんと敬礼した、いいな、私もなーさんと敬礼したい、羨ましい。うーん、夢でゆきりんに会ってます。いいな、私も夢でゆきりんさんに会いたい、いいな。うーん、なーちゃんみたいにゆきりんに会いたいって言われた、会いたい、会いたいな、会いたい、会いたいな、いつ会えるかな、今度いつ会えるかな。今日室内旅しました。うんうん、しました。うーん、ワッペはどこで見る、私その日ツアーに出れるので、うん、ツアーの後に見ます、みんなで。うん、そう、へえ、いや2万見えてきたが、そう、2万人って言ったまま1時間で2万人なのでね、朝配信は。そう、ツアーかいいね、やっとあの2クール目初めて見れます。で、初めて出れます、2クール目、2クール目初めて出ることができます。うーん、北海道から見てるよって、わー、ありがとうございます。いえー、うーん、そう、わー、長崎からです、沖縄からです。お、皆さんありがとうございます、日本のいろんなところで。ふむふむ、うーん、香川由美子の出る日、おー、やったー、楽しみにしてます。皆さん来てくださる方、私うちわとかあのタオルとか密かにすごく楽しみにしてる人なので、そう、自分のうちわとかが見えるとすごく喜びます。うん、すごく喜びます、ありがとうございます。いつもちゃんと後ろの方、後ろの方まで見てるよ。アリーナー、アリーナー、声出せるかー、わー、台湾からです、ありがとうございます。うちは恥ずかしいのよね、恥ずかしいですか。3階席のみんな、あったかい出せますか。
ちはやったことない。おお、じゃあぜひね。うん、うちわがあると確実にレースが来ますよね。ああそうかもしれない。そう、私もすごく楽しみにしてる。そう、あれあれ全聞こえません。あい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 、じゃんじゃじゃんじゃじゃんじゃんじゃ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 んじゃじゃんじゃじゃじゃん、走る電車連結、うんうん、だだだ。お、次回ティーチャーティーチャーだね。そう、次回の AKB ショーはティーチャーティーチャーフルサイズです。はい、ぜひ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 よろしくお願いします。お、2万人いったよって。本当に私のとこまだ行ってない。私のところまだ行ってない。あ、行った、ありがとうございます。2万4人ありがとうございます。うーん、楽しみっす、ありがとうございます。うーん、ありがとうございます。うーん、朝やるのか。あ、時間で2万人なので、部下が見に来てくれました。すごいすごいすごい、ありがとうございます。うーん、あ、はやかさん出てるって。あ、ギターのやつか。そうだ、先週、あ、抜かれてる抜かれてる、さやかさん抜かれてる。あー、はなたんがラーメン作ってる、何それ、今やばやばって、ほのたん、カップラーメンか、なるほどね。うーん、汁なしって担々麺、ギターといえばさやねーってね、さやかさんですね。うん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 、すごい、リビンかわいいって、ありがとうございます、サンキュー。うーん、なんか本当にすごい、ね、面白いですね。ギター弾けるのは、滝野はギターは弾けません。リビン好きなカップラーメン、うーん、基本的に何でも好きです。うん、でもあれだな、やっぱりこの仕事を始めてあんまり食べないですね、カップラーメンとかは。うんですね。うーん、かなー。うーん、麺といえばさや兄さん、うんうんうん、ん？カップ麺といえばさや兄さん？1年で顔すっきりしたよね、本当にそうやって言ってもらえると嬉しい、ありがとうございます。ちょっとこれ、755やってほしいって、755やりたいなぁ。あ、顔小さいなって、ありがとうございます。 NMB でケータリングカップラーメンだった頃があって、あ、そうなんですね。なるほど、カップ麺の、でも私カップラーメン好きなんだよな基本。うん、そうなんです。だからね、カップラーメン食べたいんですけどもね、食べたいんですけども、ぐぬぬぐぬぬ。ツイッター公式待ってますね、ツイッターやりたいな。うんうん、好きそう。そう、しかも私ね、カップラーメンとか普通にね2個食べちゃう人なんだよな。なんかお昼にカップラーメン食べようとか思って、あの例えば焼きそばと豚骨ラーメンで選びきれなくって2個食べようみたいな感じ。そう、
うんうん、になっちゃう。選びきれないんだよな。うちの家カップラーメンたくさんあって、そう安い時にママがたくさん買ってくるの。そう、しかもなんか美味しそうなやつをいろいろ買ってくるから、なんかそう選びきれないんだよな、どれも美味しそうで。うん、そう、うどんのやつとかも美味しそうだな。うん、そう選びきれない。まあそれは過去の話ですね、もう。うん、今はそんなことしちゃったらもう本当に怒られちゃいます。そう、太らない体質ですか。いいえ、いいえ、食べた分だけお肉はつきますよ。うん、うんうん、そうね、今は水ですね。そうですね、今は水です。水今は水です。滝の水飲んでます。水、はあ、結構減りました。結構減りましたね。目標はこの配信が終わるまでに飲み切ること。あ、でもなお風呂上がりに飲みたいから、まあこんぐらい残しとこうかな。うん、そう、うん、ほう、水は大事。そう、水は大事。なんか私最近よく足がむくむんですよねっていう話をして、そう、そして水もいいよねっていう話もしました。うん、あとはもう前の話だからいいかもしれないけど、うーん、昨日の昨日にぐらいかな。まあまあ、この前そう、まあ朝からお仕事があるからそう、あとはちょっと甘いもの食べたりとかするんだと思うね。そう、さやかさんって髪長いのも短いのも似合いますよね。いいな、やっぱり顔が綺麗な人って何しても似合うんですよね、結果的に。うん、うん、食べ放題なんだ。そう、食べ放題ね。そう、時のショート似合いそう。あー、でも私ずっと髪短かった。うん、短かった。うん、あなたも綺麗でしょって、ありがとうございます、嬉しいです。あ、うん、あゆみりんもねって、ありがとうございます、嬉しい。このまま伸ばすの見てわかんない。切りたくもあり伸ばしたくもあり、どっちもある。どっちも感じる。どっちも切りたいなっても思うし、伸ばしたいなとも思うそんな感じ。うん、間に合った、ありがとうございます。あ、左右で長さ変えるとか、なるほど、こっちだけショートみたいな感じ。あれですね、こうどっちも楽しみますね。うんうん、そうですね。うーん、髪型は自分で決めれるの。あー、でもやっぱりいろんなお仕事とかあるので、うん、こう勝手には切れないですね、さすがに。こうえってなっちゃいますから、ちゃんとこう切る許可をもらってから切ります、切るときは。
ああね、奈々さんぐらいに切ってみたいな、いつか。いつか切ってみたい。なっちゃんのようにね、奈々さんのようにわあ。だよねってね。そう、あびっくりショートにしてみた。あびっくりね、なるほど。美容院行きたいんだけどね、行きたいんだけどね、そう、ちょっとね、今はちょっと行けなくって、そう、いろいろ終わってから行きたいと思います。そう、なんかこの仕事してたらあんまりこうやっぱり気軽に行けないです。まああれだ、トリートメントだけとかならできるけどね。かな。2万人いったから、あ、1時間で2万人いったらです。はい、そこはちょっとね、はい、そうなんです。あ、メール取って、ありがとうございます。嬉しい、嬉しいです。お腹が鳴った。今のは聞こえてないかも。やった。明日早いんじゃなかったっけ。そうだね。あ、もう55分か。なるほど。あ、これ最後まで言ってなかった、これ。そう、一番最後のページは、イヤリングが可愛いです。はいはい、じゃあ壇上見ます。第13位が、よいしょ、せいくん笑顔が素敵だね、ありがとうございます。第12位がディーナカさん、お、配信どうもありがとうございました。こちらこそ見てくれてありがとう。第11位が、大地さんユミリン単押し、配信ありがたきの、いつも元気もらってる。雑かって。そう、イヤリング、イヤリング。第10位がランマルさん、楽しい配信ありがとう、30日一緒に見守ります。おー、へー、ありがとうございます、心強い。第9位が、キューさん、うまくないけどユミリンウェツヤ作りました、でも満足。いや、もううまいとかじゃなくて、内輪があるだけの、本当に嬉しい。私ありがとうございます、楽しみにしてます。第8位がリキヤさん、月曜火曜と働いて水曜日は朝から香川へ向かいます。おお、お仕事も頑張ってください、お待ちしてます、香川で。第7位がスランプくんさん、プラチナフラッシュとボブも買っちゃいました、ありがとうございます。やった、嬉しい、ありがとうございます。第6位がひっとみさん、ありがとうございます。第5位がプーさん、ピオちゃんズ、プーさんありがとうございます。第4位がトリダーさん、ありがとうございます。第3位がノアさん、ユミリン足細いな、マジで美味しそうって感じ、マジマジイエイイエイ、ありがとうございます。第2位がくまねパパさん、月島メロンパンたまに買って帰るけど美味しいよね、美味しいですよね、ありがとうございます。第1位が、よいしょ、こうしたら笑われるんだよね、おし、よし。第1位がハルミンさん、滝の美子、神押し、ありがとうございます、ありがとうございます。今は57分でございます、はーい、ありがとうございます。はーい、ありがとうございます、嬉しい。癒されに来ました、ありがとうございます。そう、ステージ、ミニステージ良かった。そうそう、ね、涙と表面張力と考える人は本当に、どっちも私は生で聞きたかったの、本当に。考える人は夢を語る詩人か、あの歌はどう、もうずっと奈々さんの声で再生される。あのソロコンで聞く前から好きだけど、もちろんソロコンで聞いてからより再生される脳の中で。そう、
そんな感じですね。うんうん。ね、素晴らしいね、素晴らしいですよね、本当に本当に素晴らしい。あ、しても良かった、 ありがとうございます、嬉しい。ね、ソルコマ伝説、それなすごい今めっちゃやってる。何やってるんだろうな。あかりんもやってる。お疲れあかりん。すごいあかりん1万3000人だって。すごい。さすが。あ、ガタ姉さんもやってる。ガタ姉さん。ガタ姉さん、ありがとうございます。あ、あと1分だって。明日は配信できるかわかんないです。また、メールで言うのと、まあまた予約入れます。はい。それでは皆さん、30秒。でも最後までありがとうございました。今日は今2時間やったのと、あとは8時から1時間やったから約3時間やったのかな。うん。長い間やりました。ありがとうございます。明日も頑張ってきます。皆様明日も頑張ってください。じゃあ今日は最後までありがとうございました。明日も頑張りゆみりん。ありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。